皆さんこんにちは、のりこです。今日はホーローにペイントをするのをしてみたいと思います。お料理を作ったりするのにも便利なんですけど、電子レンジにはかけられないんですけど、こういうパンをここに作ってそのまま焼くことができるので、ホーローってすごい便利なんですけど、ここに可愛くコーディネートできたら一番いいんじゃないかなと思って、今日は簡単にできるホーローのペイントをしてみたいと思います。今日はミラクルスポンジっていうのがあって、このままお水に入れると膨れるんですけど、こんな形のものになります。でこれを使ってちょっと葉っぱの形をここに書いてカットします。写ってない、丸でもいいんですけど、ちょっとわざとこんな形になるようにここでハサミで切って、それをお水の中に入れます。そうするとムクムクムクって膨れてくるんですけど、少々お待ちください。例えばこんな形で葉っぱの形に切ります。そうしましたら、ブルーと青に白を混ぜた、これは専用の絵の具です。すでに、ここのホーローのところはアルコールで拭いてます。全くいつもの通りノープランです。こんな感じで葉っぱがすぐできるので、こんな感じどうでしょうか。こんな感じでバラを描きます。乾きがとても早いので、いっちゃいますね。こっちはもうちょっとなんか凝った方が、もうちょっと考えろよって言われそうな気がするんですけど、まあちょっと私は超簡単な初心者向けでいきたいと思います。こんな感じでどうかな。そして葉っぱをちょんちょん、裏側は今度違うピンクとかでやっちゃおうかな。もう自分のなので、お料理に合わせて色が変えられたりしたらちょっと楽しいんじゃないかなと思います。
放浪ペイントに合わせてフルーツグラタンを作ってみました。小麦粉とグラニュー糖と卵黄から作ることができます。カスタードクリームを作って、そこにフルーツを入れて焼くだけなので、とっても簡単にできました。温めておいた牛乳を卵黄とグラニュー糖を混ぜたものに少しずつ混ぜて、それを火にかけてカスタードクリームを作ります。徐々に固まってくるので、ちょうどよく固まったら火を止めます。3分の1程度カスタードクリームを入れてフルーツをのせました。その上にもう1回クリームをのせてフルーツを入れて焼きます。自分の絵を描いたホーローの器で美味しいフルーツグラタンを楽しむことができました。本日もご視聴ありがとうございました。またやってみてください。